鳥取市役所で行われた仕事始め式には、市役所の幹部職員らおよそ50人が出席しました。コロナ禍が収束をいたしまして、鳥取市が将来に向かって力強く前進を図ってしていく、そのような時期を今迎えていると。また深澤市長は、今年は年輪ピックの開催やシャンシャン祭りが60回目の節目を迎えるため、鳥取ににぎわいを生み出す年にしたいと述べました。そして年男と年女の職員が決意表明を行いました。龍のごとくどこまでも飛躍していけるような1年にしていきたいと思います。また年男で建築住宅家の大北敦さんは、前向きな思考で業務に臨みたいと意気込みを語りました。